タイアプリ日本語対応しました。さらにおまけの機能も。はい、こんにちは。パイチューバーの八野誠でございます。今日もパイネットワークの情報をお伝えしていきます。本日からですね、パイネットワークのパイアプリ日本語対応されましたということでね、動画を撮っていきますけれども、パッと見ね、わからないんですけど、まずですね、2週間前にこういったねアナウンスがありました。進行中のアプリの翻訳ということで、11月の13日ですね、第4四半期の主な目標はコミュニティの要求に応じてアプリをさまざまな言語に翻訳することですと、ね、現在パイコアチームはチャットモデレーターとの翻訳タスクフォースを編成しながら技術ソリューションを開発しています。アプリ機能の翻訳は段階的に展開されます。来週からアプリの一部が翻訳されるのを期待してくださいということで、まあね、11月13日にこの発表があって、まあ、次の週にね、日本語化されると期待していたんですけれども、先週ですね、先週は日本語化されなくて、まあ、今週ね、1週間延びたということで、今日から日本語対応されました。それではね、日本語化されたところをチェックしていきましょう。はい、まずこちらですね、このセキュリティマーク、シールドマークのところをタップしてください。そうするとね、あなたのセキュリティサークルということでね、この部分が日本語化されています。はい、そして次がね、こちらの、人のね、マーク、アイコンですけれども、こちらをタップすると、アーニングティームというね、あなたが招待した人の一覧が出てきます。あなたが現在までに招待したパイオニアの人数はトータル名です。あなたのアーニングチームにはトータル名のメンバーがいます。全体何名のうち何名が現在マイニング中ですと、ね、いうふうに日本語表示されました。そしてね、この下にある活動休止中の人にピングを送信と、ね、いうところ、こちらをね、タップすると、ここのね、パイマークがついてない人、ね、活動休止中の人にメッセージを送ることができます。はい。で、ここをね、タップしてメッセージを送ると、はい。こういうね、ポップアップが出るんですけれども、エラーというところはね、日本語表示されてるんですけども、そのエラーの内容までは、日本語表示されてなくて、ここをね、日本語表示してほしかったなと。まあ、これはね、あなたがすでにね、ピングを送ってから、まだ時間がね、経ってないので、確かね、16時間くらい経たないと、ね、何個も何個もピングを送れないので、16時間くらい確か間を空けないと送れないということで、残りね、8時間待つ必要がありますということが書いてあるんですけども、ここをね、できれば日本語化してほしかったなというところでね、ところどころやっぱり日本語化になってないところまだまだあるようです。はい。そしてこちらのね、電源稲妻マークですね、こちらを押すと、まあ、役割ということでね、一覧が出てきます。で、初めてまだ3日目までの人はね、パイオニアというところにしかチェックついてなくて、こちらのね、ところは無効になってるんですけれども、まあ、3日目以降ですね、セキュリティサークル設定するとコントリビューターとか、あとはね、アンバサダーとか、あとはパソコンでね、KYC 通った方はノード、パソコンでノードを設定することができたりというね、まあ、この辺の機能も日本語表示されるようになりましたと。はい。そしてですね、あとはメニューですね。メニューを開いていただいて、メニューをタップしていただくと、こういうね、メニューが出てくるんですけど、この中の一番下、プロフィールというところですね。こちらもですね、日本語表示されてます。ユーザー名、共有する招待コード、共有する紹介リンクとね、受け取ったリアクションとかこういう感じでね、日本語対応されています。はい。でですね、まあ、こちらのね、上の方にも、アーニングチームとか、この辺は、まあ、こちらのアイコンと一緒なんですけれども、日本語対応されているところと、されてないところがね、まだごっちゃになってますということでね、ちょっとね、整理をしてみました。はい。それがこちらなんですけれども、ここのね、メニューの部分、ね、を拡大しますと、こういう感じになっていて、まあ、アーニングパイ、ね、アーニングチームと、あと、役割ですね。ここは、タップすると、まあ、先ほど紹介したね、ここを押した時と同じような画面が出るので、この辺はね、日本語化なってるんですけども、チャット、ね、チャットは日本語化されてませんでした。
あとはノード、ね、こちらも英語のままでした。FAQ も英語のままでした。で、FAQ はね、FAQ の中で言語を選べるんですけれども、そこに日本語の選択肢はありませんでしたということでね、ここは変わってません。あとね、ホワイトペーパー、こちらもね、英語のままでしたね。この辺をね、日本語化ぜひしてほしかったんですけれどもね。あとはコアチームのね、紹介のところも英語のままということで、まあ、この4つですね。はい。これまでに紹介した4つが日本語化できたというところです。で、ね、これだけかなと思ったんですけれども、24時間経ってね、電源ボタンを押すとき、ね、そこも日本語化対応されてましたね。スクショ撮ったんでね、一緒に見ていきましょう。はい、ここですね。24時間経つとここをタップしてくださいっていうね、メッセージが出るんですけども、そちらもちゃんとね、日本語対応されてました。はい。で、ここをタップすると、ね、セキュリティサークルのね、中身を確認する画面になりますけど、これもね、きちんと日本語対応されてまして、で、マイニングするというところをタップしたときに、ね、最後の確認画面なんですけど、ここはね、残念ながら、英語のままというところで、まだね、こう中途半端に日本語と英語が混ざっている感じかなと思います。はい、ということでね、まあ徐々にね、日本語化されていくのかなということで、まあその第一歩としてね、まあここまでできましたと、はい、いうところですかね。はい、そしてですね、チェックしている間に、ちょっとね、おまけの機能を見つけましたということでね、紹介したいと思います。はい。まずね、ホーム画面からチャットをね、タップしてください。で、チャットの中で、まあ、日本語のね、チャット開けると思うんですけども、こちらをタップしていただくと、ね、こういう画面がね、日本語のチャット画面が開くんですけども、この上の方にですね、オールメッセージズというのと、あとはね、MODs FAQ とね、モデレーターズ FAQ というこのボタンがね、追加されていました。これ多分ね、今回追加されたんだと思いますけれども、これまでね、あんまり気づかなかったので、多分今回のこの日本語化のタイミングで追加されたと思うんですけれども、これをですね、最初はね、オールメッセージのところに、色がついてると思うんですけど、こちらのね、モデレーターズ FAQ というところをタップしてください。はい、ここですね、ここをタップすると、こういう画面が開きますね。Q&A、モデレーターとの Q&A がここでね、見れるということになってます。これは結構ね、便利な機能かなと思います。チャットだとですね、結構皆さんね、おはようございますとか、ね、そういうなんか、挨拶は挨拶で大事なんですけれども、ね、チャットで挨拶しなくてもいいんじゃないかってね、いう感じで、もっとね、こう、有益な情報だけが欲しいと。ね、特にそのモデレーターとの Q&A とかといった濃い情報だけ見たいというときはですね、ここの、ね、モデレーターズ FAQ というボタンをタップしていただくと、ね、FAQ のみが見れますと。で、さらにですね、ここにちっちゃい、ね、不等号の、ボタンがあるんですけど、これをタップすると、さらにね、詳しいこう Q&A が出てくるということになっています。で、ここにね、質問もできるみたいですね。このメッセージを入れるところがあって、紙飛行機マークがあると、ね、いうことなので、はい。ここをね、うまく使っていくと、まあ、いいんじゃないかと思います。ただですね、ここにね、書いてある情報、まあ、そうですね、必要な情報はですね、私の動画でかなり、解説してますので、ぶっちゃけですね、パイネットワーク、やり始めた人は、私の動画を全部見ていただければ、わからないところは解決できるようにと思って、かなりね、最初の頃、解説動画作ってますので、3日目何したらいい、4日目何したらいいとか、ね、電話番号認証通らないときはこうした方がいいですよ、みたいな動画も撮ってありますので、まあ、私の動画を見ていただいている人は、この辺見なくても、まあ、大丈夫かなとは思います。まあ、ただね、本当に、隅々まで情報が欲しいという方はですね、ぜひこういったチャットのね、モデレーターズ FAQ というところも利用して、パイネットワークの理解に努めていただけたらいいのかなと思います。はい、ということでね、今回はパイネットワークのパイアプリ、日本語化対応がされ始めましたということでね、紹介しましたけれども、まあね、最後に、要望というかね、本当はここをね、日本語化してほしかったと、いう私の願いを書いてみました。はい、ここですね。この
まあ、このトップ画面、ホーム画面って1週間ぐらいごとにね、変わるんですけれども、ここに結構重要なメッセージが載っています。で、できればですね、ここをですね、ぜひ日本語化してほしいですよね。ぶっちゃけですね、この辺の電源ボタンとかね、セキュリティサークルとか、ずっと変わんないので、ね、英語でもこう、操作覚えてしまえば別に英語だろうが日本語だろうがあまり関係なくてですね、どちらかというとこういうね、情報ですよね。新しい情報っていうのをね、日本語化してほしいっていうのが、多分ユーザー側の、希望だと思います。逆に言うと、こういうところで毎週毎週日本語化しなきゃいけないっていうことで、運営側の負荷になるっていうのはね、重々わかってるんですけれども、まあ、ね、負荷になるからこそ、ね、ユーザー側はこういうところをね、日本語化期待しているというところなので、ぜひですね、早くこの辺もね、日本語化対応していただけるといいなと思います。あとはホワイトペーパーですね。ホワイトペーパーと FAQ もしっかりね、日本語で対応していただきたいなと思います。どうしてもね、Google 翻訳とか使って翻訳すると、変なね、やっぱり日本語になって、いまいちやっぱり、ね、伝わりにくいところがあるので、やっぱりね、こういうのは翻訳ね、慣れた方が翻訳した文章だとしっくりね、日本人にも理解しやすくなるので、ここはぜひともね、まあユーザー側のね、わがままかもしれませんけれども、まあね、ぜひそこまでの日本語化を期待しています。特にね、モデレーターさんとかね、あとは日本語対応しているスタッフさんも大変だとは思いますけれどもね、パイネットワーク日本で普及させる、世界で普及させるね、本当に10億人くらいまでね、普及すればビットコインを超えるかもしれないと、ね、いうことで、ぜひともね、そこまで頑張っていただきたいと思います。で、我々もね、単にこうマイニングするだけじゃなくてね、何かしらこう協力できるね、貢献できることがあればね、何か貢献して いこうと、はい、思ってますし、私もね、そういう意味では日本でパイネットワークを普及させたいということで、こうやってね、パイチューバーとして動画を撮って普及していますので、ね、皆さんも何かしらね、少しでいいので貢献してね、パイネットワークもっともっと普及させて、まあ、みんなが使うようになればですね、それだけね、まあ、ぶっちゃけ本当になくてはならないものにしちゃえば、価値は出ると思うので、価値が出るっていうことは、皆さんがね、今マイニングしている数字がそのまましっかりとね、お金になってね、報酬を得ることができるということにもつながるので、ね、こういうのはね、みんなで頑張って普及して、みんなでこう協力して貢献して、ね、どん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 価値を上げていって、まあね、貢献しながら、ちゃんとね、その報酬ももらうというのが一番、ハッピーな、マイニングの仕方かなと、はい、思っています。パイネットワーク、まだ始めてない人はですね、ぜひですね、こちらの動画参照していただいて、登録してみてください。登録前にやると、あとパイの概要について話しています。このね、画面、スクリーンショット撮っていただいて、この QR コードからアクセスいただくと、動画が見れるようになっています。まあ、認証ですね。登録した後で、ね、電話号認証しなければいけないんですけれども、そこで認証がうまく取らないと。いうトラブルが結構発生しましたので、そちらのね、対処方法についても動画を撮ってますので、それはね、こちらの動画を参照いただければと思います。で、登録も終わって認証も終わりましたと。じゃあね、2日目以降何をやればいいのとね、2日目以降どういうことが起こるんですかということをまとめた動画がこちらになりますので、ぜひね、こちらの動画登録した人はね、必ず見ていただいた方がいいと思います。結構ね、やることありますので、特に4日目ですね、4日目にやることがありますので、ぜひ見てください。4日目と5日目ね、ここがかなり重要なので、また別のね、動画を撮ってますので、4日目と5日目はね、絶対見ていただきたいなと思います。6日目はまあ見ても見なくてもっていう感じなんですけどもね、こちらの動画もはい、ぜひね、参考に見てくださいね。動画の URL、このね、今ご覧いただいている動画の下にね、概要欄のところに URL を貼っておきますので、そちらからアクセスしていただければと思います。ということでね、今日の動画役に立ったよという方はですね、ぜひグッドボタン、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。はい、またね、パイネットワークに関してのいろいろな情報、知っておいた方がいい情報とか、そういったことを動画で
はい、報告していきますので、引き続きねこのチャンネルチェックしていただけたらと思います。はい、それではハッピーパイデー。